黒人に対しては、もともと奴隷制度や侵略を容認していたのはインディアンの伝統、そう言って止め。白人に対しては、侵略は悪で、利益税が上がってない理由それは、インターネットのアイディアが盗品だから、そう言って抑止する。これができるのは、アイディアが盗まれた、存在だけだ、事実であるなら。その結果利益税を損なう、黒人白人双方の主張は沈静化する、一時的な平穏。だが日本文化の流入それは、単一民族的な倫理観を言い始めるので、また衝突が再燃する。そういうの、を抑止するのが日本的には、ガンダム、だが、アメリカにはそういうのがない。戦争の否定はできないから、だ。アメリカ用の必要が。戦争や武器は肯定しつつ物理的な衝突は否定する構造。シャドウライズは、それになり得るだろうか？